はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属二段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方やっていきたいと思うのですが、今回はですね、すごい難しい戦いが終始続くのですが、私がねいつもお客さんたちとねこう指導碁を打たせていただくときに一番お伝えしている、相手を攻める前に自分を守りましょうっていうのを、強く実感した一局になっております。その含めてね見応えのある一局になっていると思うので、ぜひ最後までご視聴いただけたら幸いです。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、お待ちしました。よろしくお願いします。今回黒番で打っていきたいと思います。はい、1手15秒の超早碁になります。初手はね小目で今回やっていきました。はい、で星で来られたので、でっていうこともないのですが、向かい小目でいきたいと思います。最近私これよく打ってますね。結構気に入ってるというか、なんとなく愛用している布石になります。でこう二間高く、これに対しては両方ともあるんですけど、どっちかかかりで打たれることの方が多いイメージですね。はい、小桂にかかってこられました。黒はここで何か対応すれば自然。あまりハサミはなんか見たことない気がする。多分かけられてちょっと偏りすぎてるからなのかなと言いつつ、だからコスミを選んでいきたいと思います。開くか手抜くか、手抜くとしたら締まりとかが予想できるかな。ここまで足を伸ばす可能性もあります。二間開きの急所のツケを見越した手で、一つの急所みたいなイメージですかね。来ましたね。かといって黒もここをこう守っていくのはちょっと渋滞しているし、気合が良くなかろうということで手を抜いていきたいんですが、三々できます。多分こっち押さえになると思いますね、なんとなく。こっちも住んでるので、こう打ってここに壁作ってここ盛り上げるって感じはしないので、こっちかなっていう理由ですね。で伸びか桂馬、これ両方あるかな。伸びの方が実戦例としては多いイメージを持っています。で滑っていって、で多分こう来ると思うんですよね。おお、なるほど、そっか、すぐにね。これはなるほどね。伸びるかこうやるかのどっちかなんですけど、こっちでいきたいと思います。跳ねて押さえた時に跳ね出しがあって、ここに打ったら切れちゃう形なんですよね。ちょうどいいとこ待ち伏せしてるよっていうことなんですが、いきましたね。こうやるかこうやるか、6、7、8、気合が悪かったかな。押さえ込んできたらもう跳ねようっていうことですね。でも押さえ込みは普通ですね。で跳ねた時に跳ね返す形ですね。で切りが残る、押さえないで多分こう受けとく方がいいと思います。あんまり好きじゃないんですけどね。ツケかかけ継ぎです。でかけ継ぎはツケにはコスミツケで連絡できてるよっていうのが言い分ですね。1、2、3、4、5、6、7、ちょっと待って、分かんないわ。稼ぎすぎですよね、こんなのね。どうかしてると思うんですけど、ちょっとどこ打っていいか分かんなかった。桂馬とか賭けもちょっと魅力的に映りました。迷ってる間に三々に入ったんですが、でも地合いのバランスを取るために二段バネ、ここ地にしてこられました。これは切ってつないで抱えて取っていきたいかな。こうですね。いやーこれなんか押したいですね。なんかこう盛り上げていきたい。でもこんだけスカスカいてんのにこんなとこ押すってのもどうなのかしらっていう。入っていきますこれ普通に。よく見たら入ろっか。入っていって、ここもちょっと弱いよみたいなことを主張していきたいと思います。でもこれがあるんです。自分さっき言ってましたもんね。こうやって押さえたらここに跳ね出してきて、切ったらこうやってドカーンと取られちゃうので、この跳ね出しには切る形ですね。でつなぐっていう形になると思います。でこれは継がないと次は切れるの で黒はここでこっちをもう一手打つと、ここに打たれちゃって2目落ちちゃうから桂馬にしていきたいですね。こう打ったら絞られちゃうんですけど、2個を取らせてこう連絡していく。で白こっち打ったら抜きできとく、見合いにしときます。私の狙いはあくまでこの白石で、これ油断ならなくて、この石危ないわとか言ってこっち打つと、今度は絞られて死んじゃいますからね。これ抜きぐらいで対応しておかなきゃいけないと思うんですよね。でここで多分賭けかな。そうですね、形は賭けたいですよね。
これに対してちょっと待って、どうするんでしょう。まあ押しを打たれたら、まあ、よくない。ちょっとこれ様子見兼時間つないで桂馬に外すか別の案を考えるか。この辺転がしてみます。桂馬かな。自然は出切りは一目捨てます。こうやって当てていきますね。一目を捨てます、ね、だから出切っては来ないと思う。飛びかな。でも飛び、あーいやきついですね。できますね。今度桂馬はさすがにちょっと薄いんですけど、でもそんなもんかもしれない。いやちょっと分かんなかった。これ押していくとこっちが弱くなっていくんですよね。そうだって押してもいないのに、だって狙われてるじゃないですか。そうだからもうこれ狙ってるので、お相手の方、まあそのための2手なんですよね。でもこれちょっと上げたくないな、まだで桂馬か。これ狙いつつここを割っていく、まあ非常に力強い手段ですよね。力強い手段とか言ってる場合じゃないんですよ。こんなとこ割られたら立つ瀬がない。私としても何かちょっと怒っていきたいんですけど、これあんま怒ってない、問題あり。ただそう、これちょっと今怖いなと思ってて、いやこれ一気に殺されるってことワンチャンありますよね。いや なんか恐怖なんですけど、これ繋いだらかけて死ぬとか、いやそれはやめてほしい。でも賭けに対しての対策は私まだできてない。これが成立したら最悪なんですよ、全部死ぬ。いやでもまあまあ大体そういった意味の手ですよね。それは1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやちょっと待ってくださいよ、残り2回です。どうするんですかこれ。なんか白も薄いので怖い手ではあると思うんですよね。3、4、5、6、怖いということだけはわかるんです。8、9。でもこれこう出て切られて出切られてやばいかもしれないですね。3、4、5。いやーちょっと待ってくださいよ、なんでこんなことになるんですか。7、8。とりあえずここまでは決める。付け越しはあるけど、この付け越しに頼るんじゃ悪いでしょうね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやー悪いでしょうねとか言ってこれしか思いつかなかったですね。いやーこれは1、2、まあ出たら切ってつないで伸び切るんですけど、そうこっちから来る手があって、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ん？残り1回です。切るとこうやってこう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 絞られる、絞れるけど4やばい死にそう。これはつなぐ、ここに一眼、ここに一眼、死ぬことはない。まあこれが成立すれば最悪なんですけど、6、7、8、9。あー冷静です。主張いいしね、主張いいよね。待って、主張黒いいんですけど、主張黒いいとか悩ましいですね。4、5、6、7、8、9。いやここ切りたくないですか、よく見たら。あー切っちゃったよ、こんなところ。これ伸びてくる。いや伸びられてどうするんだい。これはちょっと待ってくださいね、この一目くれるはずがないんですよね。当ててきたらこう両当たり取れるなみたいなことを考えてたけど、くれましたね。でもね、くれてもくれても、まあ、これはちょっと伸びぐらい決めときますか一回。まあ、手厚いですけど、とりあえずなんか殺気を感じて震えていたところだったので、なんとか事なきを得たなと。ここが地になったのは結構大きかった気がします。1、2、3。今度こっちを狙おうってお相手の方おっしゃってて、6、7。でも切りですかね、これ出た人は切る。いやそうね、あんまり1、2、3、ここで何かかわして打つような打ち方も十分考えられると思うんですけど、7、8、9。いや待って、これはまあこう、こ
この2個別に捨ててもいいような気もするんですけどね。1,2,3,4,5 かけたくないですか、気分だけは。7いや気分だけだからな。でもこういうのってすぐ気分だけで打っちゃうから、こう出て押さえて切ってきた時にこんな感じで絞ろうかなっていうプランなんですけど、ちょっとプランだけだったかもしれないですね。1,2,3,4,5 ちょっと普通に押していけばよかったような気がしてきた。これさすがに、しかもこうやった時にこうやられるってことに今気がつきましたので、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ちょっと待って、これ抜くわけがない。抜いたらこうやるんですけど、そうですよね。何をやっているんでしょう。非常に危機的状況に陥っております。ただしこれは継がないとしょうがない。7,8,9 とりあえず時間つないでいいですか。これこっち受けると思うんですよね。ただの悪手説が濃厚なんですけど、いやーかっこつけちゃったな。これかっこつけました、この賭けは。いやーかっこつけるべからずっていう格言があるじゃないですか。ないんですけど、これこうやってこうやってこうですかね。なんかできるしかないな、なんとしてでも。ここがなんかちょっと役に立ってくれたらいいな。まあ、こう来ると思いますよ、でも。8,9 はい、でも伸びるしかない。で、こうですよね。はい。いやー、ちょっとこれ、悠々しき事態ですね。1,2,3、まあ、とりあえず絞りましょうか、気持ちいいから。でここまで約束されますね。1,2,3,4,5 中で生きるだけなら生きてますかね、これ。もうあわよくばこう出切っていってこれ全部狙いたいぐらいの気持ちになってくるから人間不思議ですよね。とりあえず行きましょう。生きとこう。これが効いてくるの。この辺一見飛べば、ここしっかり壁作っといて一見飛べば。ただ下がりとかがちょっと怖い。白も怖いと思う。でもいや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 、もう怖くないんですかね。こうやったら切っていって、まあ大丈夫って言ってますね。6,7,8 ちょっと待って、死ぬのか。あーでもこれちょっと跳ね出しぐらい打っとけばよかったな。これちょっとぬるいよ。1,2,3,4,5 切り込み一発ちょっと決めときたくないですか、両隅で。これ簡単じゃない。こうやったらこうやって逃げて、結構これダメ詰まってるので、3,4,5,6,7,8よく見たらこの2個こうやったら取られるやないかい。ただこのキーが入ったこと、いい、嘘でしょ。それは全く見てないですね。見てないでございます。3,4,5,6,7,8,9 待って、成立してるかもしんない。これ跳ねられて、うわ1,2,3こうやったら何、こうやるってこと言ってますよね。1,2,3あ、これ取られてんのか。そっか、6,7,8,9ちょっと待って、あー筋割れの極地。ちょっと待って、これ本当に死ぬってことがあるんだ。いやーこれ待ってくださいね。部分的にも生きてないので、1,2,3,4,5,6,7,8いやーこれやっちゃいましたね、多分ね。繋がれる、いや切るべきだったか、せめて。いやもうこれ捨てるかも。ただちょっと失敗しすぎ、それにしては。1,2,3,4,5,6,7,8一応下跳ねれば、5,6,7,8なんかちょっと繋がって、ただ放り込んでこうやってこれで取られてるので、うわー失敗した。放り込んで抜いた時にこう当ててこうやってば取れます。これ取られますからね。いや
嘆き悲しみますよ私。これ切り一発打っても何でもいいや、損でも。繋いだ時にこうやって2目を取りにして先手で繋がることに成功しました。まあ、これは取られてるけど、これしかし地味に良かったのでは。これ先手切換は大きい気がしますね。放り込んでくるかな、ここで。ああですね。で抜いたらこうやって繋いでこれで取られちゃうけど、この3個取れたので、まあこれには継ぐしかないと思うんですけど、まあ、ちょっとまあそこそこ大きい白地ではありますが、ただまあまだまあ仕方ないかな。もうあの一時もっと悪そうだったので、まあ、それに比べればまあちょっとマシだったかなっていう感じです。まあ、とりあえずこのラインつなげときましょう。つながらせてくれない。これはしかし出ておいて、次にこう来たらこれで切れて取れてるので、まあ、これにつなげばいいので、まあ、これ利かしと見てなんかこの辺入ってくるような、そうですよね、こと考えられますね。まあ結構大きな白地ができているのと、まあ、お相手の方しかしこれ全体を狙ってる説若干出てきているので、そこはすごい要注意ですね。この辺打ってくるかな、2軒とかですかね。5、6、7、8、9、まあなんとなく形勢はちょっと悪いかなぐらいに思ってて、ちょっとじゃないかもしれないけど、上から行くか下から行くか、下からでいいや、稼ぎましょう。上から行ってもなんか自信なかったですね。こっちをこうちょっと辛くないですか。一応このラインでつながって地にしつつ、まあ、ペシャンコなんですけどね、ペシャンコなんです、地にしつつちょっと上からまだ封鎖してちょっと狙うようなことをまだ考えてますね。4、5、6、いやしかしペシャンコだし、なるほどな、ついでここグッと押し切ろうってことですね。3、4、5、6、いやこれ出たいな。いやでも分かんない、ダメだ、で読めなかった。そこでバックなんだ。いやこれさすがに反発していいですか。ここ渡る気にはならないわ。ここを渡れば安心なんですけど、次に抑え込まれるの見え見えなので、まあ出られたら、まあとりあえずこれ狙って戦うし、これに最悪こうやれば生きてますので、ここ2があるので、ちょっと頑張りたい形でしたね。これはぶつかりですかね。3、4、5、どっちなんだろう、引きかな。いやちょっと分かんなかったですね、どっちもちょっと悩んじゃった。ぶつかりはなんか覗きで切りとかちょっと今心配しちゃったんですけど、ちょっと気合が悪かった説はある。これ繋いで頑張るか、利かしと見てほっとくか。ここに跳ねる手がちょっと気持ちいいですかね。次にこう打つ手があるから、あそれはちょっとお相手の方的には狙いたい。次だけは打ちたくないですよね。ぶつかりとか決めときます。いや打っちゃダメだ。あここに打っちゃダメなんだ。あんまりいい手じゃないですこれ。並ばれて打って、むしろこの手はツケとかで大きくいきたい局面だったんですけど、4、5、6、7、8、まあこれは多分次、まあこれ続いてですね、利かしです。でまあこう並ぼうってことです。次ツケる手ありますね。コスミつけたら今度は当てが効いてるので下がれる形になってるので、これはこうやる形なんですけど、4、5、6、いやこれを狙ってるってことですか。そんなことがある。とりあえずまあつけ位置を決めときましょうか。まあコスミつけてこられるかな。まあ、いきなり切っていっても、まあ、生きてるってことか。こうやって切っても当てが効いてこうやれば生きてるから、とりあえずいいよっていうのがお相手の方の言い分。ちょっと気分だけで、あ気分だけだな。これダメみたいなとこ打っちゃってるので、これ効いてくれないです全く。この辺攻撃しなきゃいけなかったし、そこ切られたの結構痛いですね。
2、痛いのかな、3、4、5、6、7、8、なんかちょっとでもこの間を割いてここ私も反撃できない形だったか。1、2、3、4、5、6、7、8、まあいいや、これ逃がそう。いや激戦になってきましたね。すごいことになってますね。自分でも何が起きてるのかよく分かってないんですけど、とりあえずこの次をお互いはすごい見ている。この次先手になってきたらこれちょっと受けなきゃいけない。っていうか結構危ないのかな眼形が、まあ、ただこれ押してどんどん来られてるけど、これ狙ってますけどね。私もこの辺で守られるのかしら。これがちょっとね完全にね無駄なんですよね。肝心な時に何をやっとるっていう。2、3、4、5、これ曲げたいですね。しかし千両曲がりですからね。千両とか言ってる場合じゃない。これ本当に結構危機的状況に今陥ってて、1、2、3、4、5、6、7、8、とりあえずしかし逃がさないと。つなぎがな、つなぎ怖すぎますよね。1、2、3、4、つなぎ、これ狙われてる。これも狙われてる。でもそのタイミングでバックなんですね。これはちょっと1、2、この当て効くんですかね。そもそも4、5、いやこれだけはでも打っちゃいけない手ですね。7、8、9、切っとくか。でもこっち攻められて死ぬかもしれない。この辺打たれてちょっとこの手はこっち方面に打つべきだったかもしれないですね。1、2、3、4、5、6、7、ああそう。いやでも冷静に地合いでのリードを主張されてしまってる説が出てきましたね。5、6、7、8、まあ、継ぐしかない。結構いいラインでまとまっちゃったかな。この辺の薄いのちょっと狙いたい。これで一応切れてはいるけど、1、2、3、4、どうなってんのかがね分かってないんですよね。この辺りとかこれはつなぎが効くで中段の心配はないのかな。1、2、3、これちょっと薄いですよね。5、6、7、待って当て込みも決めとくか。ここら辺がこれには継ぐんですかね。お相手の方はやっぱり1、2、3、こうやったらどうなってるんですかね。これに継いだら跳ねたい形のような気もしていて、やっぱりそうなんですよね。これにこうだとすると別にここら辺こんな手を打つ必要は全くなくて、1、2、3、4、5、6、7、コスミツケとかが大きいですよね。コスミツケてちょっと実利を確保。でもこっち打たれちゃうかな。6、7、8、このつけ位置が若干悔やまれるような気もするわけなんですけれども、これ切りぐらいですかね。下がったら出ていく。こうやったら抜きぐらい。利かしですか。うまいですね。7、8、とりあえずこのままいくとちょっと苦しいのかなっていう気もするんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あーでもダメだ、わかんないや。ここに打って
その辺ちょっと気になるとこですね。抜かないとこの一段が危ないので、1、2、3、4、5、6、7、これ決めときますか。もうこれも生きなきゃいけないと思うんですよね。曲げて押さえたらこうですかね。ここに置く手が3、4、5、6、あるんじゃないかって気もするんですけど、わかんなかった。私もあと1回なんですよね。そうそう、あと1回なので、まあこれは抜くくらいですかね。3、4、5、さあ寄せですね。1、2、3、なんかね、込みがかり、込みにかかんないかもしれないけど負けてると思うんですよね。負けてるとすると、何かしたいんですが、1、2、3、4、5、6、7、捨てがあるかな。これで2目取られちゃうのか。1、2、3、4、5、6、7、8、とりあえずこれはまあ先手で効くでしょう。なかなかに手厚い形なので、あまり隙がないかもしれないですね。7、8、ここつけたのでもう大した怖い手はないですかね。1、2、3、4、なんかちょっといじってるけど何もないのか。いやー、このまんまいくとでも負けそうだしな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、いやー、ダメだ、ダメ切っちゃってますね。これ繋がれて何もないので、1、2、何もないですね。いやー、これまずいですね。5、6、7、いやー、損しただけっていう、ちょっと悲しいことになりました。いやー、余計なことしましたね。まあ、普通に寄せられて負け、こうやってこうやって超えられますか。いやー、これはちょっと負けましたね。切られて、1、2、3、4、5、6、いや、ちょっと待って、最後のあがき、最後のあがきなんですけど、当てがうまい手で何もないですかね。これ次抜くと切られちゃうし、こうやってこうやられちゃう負けなので、いやー、参りました。7、いやー、これはちょっとやられましたね。ちょっとここの戦いでだいぶやられたと思うんですけど、ちょっとどこがポイントだったのかっていうのを振り返っていきたいと思います。対局ありがとうございました。はい、というわけでポイントの場面を振り返っていきたいと思います。まあ、これまず終局の場面なんですけども、まあ、形勢はですね、黒地がまあこことこことここにあるんですけど、まあ、白のこの下辺と上辺の地がまあ大きくて、まあ、普通に足りないなっていう状況なんですよね。で、まあ、この中央の白狙いたかったんですけど、まあ、ここつけられちゃってるので、このようにまあ切り離していってもこっちにも落ちる形になってるので、まあ白を切るのも無理だなっていうことで、まあ、最後まあこれを見て投了してるんですけどね、まあ、抜きには切りで、つなぎにこれは取られちゃってるし、まあ、黒としてはまあこうつぐしかないけど、抜かれるともう隅の陣地なくなっちゃうんで、まあ、足りない上にこんなに荒らされてはもうダメだということで投了しました。まあ、遡りまして、ここ切ってこられた時にですね、まあ、こう当ててかっこつけてかけたわけなんですけども、まあ、出切りが強襲でしたね。で、まあ、ここでこのようにね、まあ、黒の理想としてはこう抜いてもらってこのように絞る図を想定して打ってるわけなんですけど、そんなうまくいくわけなくて、お相手の方も強いので、
まあ、こう打たれてしまい、まあ、絞りがちょっとうまくいかない形になっちゃったんですよね。今この手で絞ると今度抜かれちゃって、これが取られてるのがちょっとひどいんですよね。打てなかったので、まあ、ここを決めて中で生きに行く路線を選びました。これ自体は悪くなかった作戦だったと思うんですけど、ここに打たれた時に切っていったのがですね、まあ、敗着でしょうね。こんなことをせずですね、まあ、このようにね、生きる手を考えるべきでしたね。こういう狙うのは後の楽しみにして、まずは自分の守りを打ちましょうっていうのを私はすごくね、結構いろんな方に指導後の時にお伝えしているんですけど、まあ、まさしくね、自分がそれができていなかった局面でした。まずは黒の守りを優先するべきだったと思います。というのはここに打たれた時にこれが鋭くって、まあこんな風にね、いきなり行ってもこういう風に打たれまして、これ2目取れるわけではないですし、この押し、まあ、こういうことをちょっと考えてはいたんですけど、よく見たらここでこの2目取られてるので、これもうまくいかないぞってことで、この手がいい手だったんですよね。結局目なくなっちゃってるので、この一発打たれてるだけで、なのでまあ結局実戦はこのようになんとかですね、命乞いをして、まあ、振り替わりになったんですけど、まあ、結構白やっぱこれ取れたの大きくって、種石なんですよね、これとこれを分断している、すごく厚いいいラインで取られちゃったので、まあ、ここで形勢悪くなりました。でこっからまあいろいろあったんですけど、結果的にお相手の方が悪くなった局面っていうのは一回もなかったかなと。こっからすごい難しい戦いでもしっかり打ち切られてしまって、まあ、完敗の一局だったかなと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。